眠らせませんよ。まだまだたくさん話したいことがあるんです。お布団が恋しくなってきましたね。静かにしてくださいね。皆さん眠っているようですから。いい子は寝る時間ですよ。この芝そこで私は間髪入れず爆裂魔法を放ったのです。なのにあろうことかカズマが。わかります、メグミンさんには悪気がなかったんですよね。私も同じようにバニルさんから怒られますから。バニルさんたらひどいんですよ。私が仕入れた売り切れ間違いなしの素晴らしい商品をガラクタと。ん？ちょっとユンユン、何を黙り込んでるんですか？せっかくのお泊まり会なんです。あなたももっと喋ってください。ごめんねめぐみ、こんな風に夜中にみんなでお話しするの初めてだから。なんだか私たち友達みたいね。友達みたい？何を言っているんですか。ごめんね変なこと言って。そうですよ、友達みたいだなんて。私たちはもう友達でしょ。え？ウィズの言う通りです。今まで意地を張っていましたが、ユンユンのことは友達と思っていますよ。嘘。今の言葉もう一回言って。何度でも言います、ユンユンは友達ですよ。疑うのなら今度みんなで旅行にでも行きましょうか。いいですね、もっと仲良くなれる気がします。友達と旅行、絶対に行く約束よ。こんなの夢みたい。ユンユン、ユンユン、ユンユン、起きてください。起きて。ほら、もう朝ですよ。え？おはようございます、ユンユンさん。よく眠っていましたね。え？今のって、あれ？メグミンの部屋でお話は？何を言っているんですか？ご飯を食べたらすぐに眠ってしまったのはユンユンですよ。嘘。旅行の約束は？旅行？何のことですか？今のって夢だったの？そんな！ねえめぐみ、今日もパジャマパーティーしましょうよ。嫌です、こういうのはたまにやるから面白いんです。楽しみにしてたのに寝ちゃうなんて、私のバカ。こんなのただの負け戦じゃない。ユンユンさん、泣きながら出て行っちゃいましたね。うん、勝ち。このそば